中国の003型空母が進水式を行い、福建空母と命令されました。今回は中国空母を7隻保有論について詳しく見ていきますね。太平洋だけでなくインド洋も狙っていますが、インドは今のうちにアメリカと組む方が得策ではロシアは終了です。日本を取り巻く周辺国には、依然として、ロシア、北朝鮮、中国という、軍事力を背景にした仮想敵国が健在であり、ロシアとの北方領土、北朝鮮のミサイル、そして、中国による南西諸島への圧力が課題、脅威となっている。ロシアとは、ロシア・ウクライナ戦争の勃発をめぐって、日本は、経済制裁を行う関係となっており、この戦争の遂行に注力しているロシアは、短期的に日本への軍事行動を起こす余力はないと思えるが、北方領土の件は、ペンドしたままになるだろう。北朝鮮は、通常兵力では日本に脅威をもたらす存在ではないが、近年はロシアから核兵器の各種の技術の入手をさらに進めている模様で、2022年は年初より新型の弾道弾や巡航ミサイルの試射を行うなど、相変わらずの核による恫喝を継続している。これらロシアや北朝鮮は日本に向けて軍事侵攻するような余力も兵力も現状では持ち合わせていないが、中国は別格であり、この2022年6月には純国産の航空母艦としては2隻目となる福建を進水させる人し、軍事的な海洋進出をさらに進めている。福建は、これまで中国海軍が就役させている、遼寧や山東といった航空母艦と異なり、アメリカ海軍の大型原子力空母並みに、カタパルトを備え、既軽海艦制機の運用まで視野に入れており、戦闘能力を著しく向上させている。すでに中国では航空母艦として4隻目の艦艇を今回の福建と同じく遼寧、州の大連の造船所での建造に着手しており、また海南島の造船所で5隻目、上海の造船所で6隻目の建造計画が予定されているとも伝えられている。少し以前まではこうした4隻目以降の中国海軍の航空母艦は福建までの通常動力型から転換、アメリカ海軍のそれらと同様に原子力推進型となる可能性が指摘されきたが、これについては現状では判然としていない。これは福建の存在を正当化するためなのか、中国共産党配下のメディアである環球時報等の SNS 上において原子力推進型の航空母艦のデメリットを羅列する表記も見られ、技術的な問題から通常動力に止まる可能性もあるようだ。いずれにせよ、中国海軍が6隻目までの航空母艦建造を志向していることはほぼ確実であり、こうした流れを補強するかのように上海交通大学内の国家戦略研究センターに所属する専門家も今後の方向性について示唆している。それは中国のメディアである、鴻海新聞に掲載され、1中国海軍は、6隻以上の航空母艦を保有すべき。2、その内訳は、1隻が、現練習用の、遼寧で、艦隊として、北海1隻、東海、及び、南海に各2隻を配備すべきだと述べている。続けて3、将来的には、インド洋に、常設の艦隊を増設し、そこにも航空母艦を配備すべき。4現在就役中の075型強襲揚陸艦も、簡易的な航空母艦としての運用を目指すという4点を掲げており、6隻目は2037年までに進水すると位置づけている。こうした中国サイドからの見方に止まらず、福建が進水を迎えた2022年6月には、カナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論が、
電子版において、中国は6隻の航空母艦を2035年をめどに配備するとの記事を発表、注目を集めている。このカナダの軍事専門誌、ガンワボを務む評論の内容の方が、前述した中国の上海、交通大学内の国家戦略研究センターの予測よりも、中国海軍が6隻の航空母艦を配備するスケジュールが2年ほど前倒しになっていることも興味深い。ガンワボを務む評論では、中国海軍が航空母艦戦力の増強に注力している理由を、台湾への武力侵攻を行うと仮定した場合、これを阻害する要因となり得るアメリカと日本の海上戦力を局所的に打ち破ることを念頭に置いていると見ている。現状のアメリカ海軍は、大型原子力航空母艦として、ミニッツ級10隻とジェラルド・R・フォード級1隻を配備、運用しており、中国海軍といえ、土世界の海では、未だ、正面から対峙はできないが、台湾海峡に限定した主導権の確立を説いているようだ。従来は、遠洋への進出、戦力投射能力が不十分であった中国海軍だったが、航空母艦を6隻配備することで、西太平洋方面まで進出する力を得る可能性があるとも言われ、そのために、6隻の航空母艦が少なくとも必要だと考えられている。中国海軍は練習用の航空母艦として遼寧を運用しているが、ここ最近の同艦は東シナ海の日本の南西諸島周辺海域にまで進出して、艦載機の発着艦訓練を実施しており、その出撃回数はアメリカの航空母艦並みの頻度に近づいている。さらに、中国が台湾に武力侵攻を行う場合には、その自国の領域の対岸たる西側からの侵攻が主要サムになることは想像に難くないが、遼寧の東シナ海進出を見れば、逆の東側からも台湾への攻撃が可能になる恐れが想定されるだろう。そうは言っても、いかに中国といえ、と台湾への武力侵攻は最終的な手段だと考え、現状では台湾に新中国政権を合法的に成立させ、内部から中国の併合に向かうように政治的な工作を第一目標に置いているのも事実に見える。しかし、ロシア・ウクライナ戦争の開戦に踏み切ったロシアのように合理的に考えれれば、軍事侵攻によるメリットは薄いはずにもかかわらず、独裁的な権力を握る層が何らかのきっかけでこうした判断を行う可能性も捨てきれない。そもそも近年の中国の海軍重視の政策は、1982年当時に同国の最大の実力者であった鄧小平が海軍司令官であった劉化清に命じて行わせたものが原案であり、ここで航空母艦を保有することの基本戦略が打ち出されたことに遡る。劉化清は、第一列島線、日本の九州から沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島を結んだ線と、第二列島線、日本の伊豆諸島から小笠原諸島、グアム、サイパン、パプアニューギニアを結ぶ線を軸に、中国の海洋戦略を説いた。そこで、中国海軍は、1980年代から2000年までに、自国の沿岸防備を固め、2010年までに、第一列島線内の制海権を確立、3、2020年までに、航空母艦を保有し、第二列島線内部の制海権を確立、4、2020年以後、アメリカの太平洋、インド洋支配を定義されていた。これに照らして現状を鑑みれば、今は2022年だが、2以降の2010年以降の目標は達成できたとは言えない状態に見えるが、確かに、その方向に沿って、中国海軍の戦力の増強は、進められていることは、
間違いないと感じられる。また、航空母艦の建造に関しては、10年ごとに区切って、1、遼寧の完成と、艦載キタル J15 の運用、2カタパルトを装備した中型クラスの航空母艦2隻を建造、3大型原子力空母と、いわゆる第5世代機の艦載機化を大目標に掲げている。ここでも、現状では、2の段階として、今回の物件の浸水を迎えたことが見て取れ、大枠では、策定した計画に則って、中国海軍が航空母艦の建造と戦略的な目標の達成を志向している状態である。と判断して間違いないだろう。こうした大枠の海軍構想の最中の1996年に生起した第三次台湾海峡危機では、中国はアメリカが差し向けたフォレスタル級、インディペンデンスとミニッツ級、ニミッツの両空母打撃群の前に引くしかない体験を経て、航空母艦保有を加速させた。大陸の陸軍国であった中国が、海軍重視の戦略に転換できた一因としては、こうしたアメリカとの台湾をめぐる攻防以外にも、1991年に国境紛争を抱えていた旧ソ連が崩壊し、その航母の憂いが取り除かれたという件も大きかったと考えられる。